起きろ。お母さん、兄ちゃんがホモになった。もう兄ちゃんってば、こんなにピンピンにしちゃって。しょうがないだろ、あなたは。忘れね。ストーップ。本当に行きますよ。ああ、全体重かけろよ。大丈夫だ、これを乗り越えれば。マナナ、あれどういう意味かな。あれ、俺が先だ。おいバカ、押すなって。ごめん。内側から開けるのは無理だ。幸いここには水が豊富にあるからな。その水を飲んじまったら人間をやめることになるぞ。助かった。ごめん。紹介するぜ、こいつが俺の彼氏だ。ラブラブだから見せつけちゃうぜ。オラオラ。推進、俺は体が柔らかい。じゃあ邪魔しないように。俺は先へ。ん？あ、あれ！あー、エンドールのやつだ。くそ、途中まではうまくいっていたのに失敗だ。お前もすまねえ、変なことさせちまって。いえ、俺まんざらでもなかったっす。勇気、携帯を見せてほしい。音は何だよ。私より吉井の方がメールが多い。それがどうした。ユージの家に泊めてもらえないかな。今夜はちょっと帰りたくないんだ。おい待て、ショコ。これでよし。妹とずいぶん仲がいいようだな。泉先生、結婚してくれ。はい。結婚してくれ、妹と。妹とかよ。クールビズ、下半身だけのクールビズがあるか。てめえが変なメールよこしたせいだ。別に変じゃないだろう。なら声に出して読んでみろ。ユージの家に泊めてもらえないかな。今夜はちょっと帰りたくないんだ。うちには秋の本心がわからない。そういうことはもっと大人になってからです。不潔だよ吉井くん。僕の交友関係については上原くんの方がいつも悩んでいてくれる気がするよ。まあそれはダチだからな。いつもありがとう上原くん。上原くんが友達になってくれてとっても幸せだよ。ん？その失礼しました。ん？あ、ちょ、お前このまま逃がしてたまるかよ。さあ翔吾くん、僕と結婚して子作りしよう。子作りって意味分かってんのか。ベッドの上で抱き合っているとそのうちできたりするんじゃないのか。なるほど、子作りにはなかなか複雑なプロセスがあるみたいだから。ちょ、やめ。翔吾、おはよう。あ、男同士で子作り。出てよ。いや、ほんとご飯作ってあげようと思って。ねえ、ヤナは肉じゃが好き？はい、ヤナさん、マイボーイフレンド。ちょ、なに。こいつは俺のボーイフレンドです。はっ、私たちの間には誰も入り込めないの。気持ち悪い。あんたたち、まともじゃないわ。よろしくお願いします。間違えて秘蔵のあの本を貸してはいないだろう。なにこれ、男どうしてこんな。いや、他の本とは別にしてるし、貸し出すなんてヘマはしない。先生。いや、助かった。まさか足を滑らすとは。分かったから早く体勢を立て直せ。まさか
本気なのか。可愛いどころか、美晴ちゃんに挨拶だって。違うっつってんだろ、チャラ男。はぁ、あ、脳筋バーガー。うるさい。おきお母さん、兄ちゃんがホモになった。ねえ、この子って彼でしょ。なんだ。夢島くん、大島くん、ご指名入ってるわよ。何それ。あーじゃあこんな感じでお願いします。なんだこれは。仕方ないな、やる気満々じゃないか。ということで、あーくっ、あーどうですか皆さん。誰がやるか。安心ください。我々スバル様を温かい眼差しで見守る会が撃退いたしました。教えていただきたいことが。どちらが攻めでどちらが受けなのかだけ。負の女子か。イリアの友達に仲介を頼まれた時にはどうかと思ったけど、たまにはこういうのもいいかもな。体が冷えてきたからもう出るよ。そうだな、長くやれば良いというものでもない。気をつけろエミア。ああ、悪い。カバクラさん。たまらん。どっちの差し金だ。すみません。おう、どうだ俺プロデュースの快適部屋は。なぜお前がここにいるんだ。部屋なら要望通りにしておいてやるさ。不安だが仕方ない。なあ小平、本当にこれで大丈夫なのか。どうした北原伊織。さっきよりひどくなってるじゃないですか。ここ数日の間治療に専念していまして、傷も癒えたので早速皆を連れてまいりました。じゃ、バイバイ。クソデブ、ボクシーと一緒に。ひどい、やっぱり体だけが目当てだったのね。違うっす、オーリクさんに剣の指導をしてもらいたいっす。男の子ですよね。わしを一目で男と分かってくれたのは主様だけじゃ。腹のお二人も男の子ですよね。三人とも女の子だからね。アキ君はいつから女の子を家に連れ込むようになったのですか。アキさ、お前も苦労してたんだな。ユージ、不純な同性との交友は許します。そうじゃないから。10点プラスしてあげますよ。こんな嬉しくないから。もういいって。ご主人様、頭にホコリが。やめろこの絵。お前こんなところで何してやがる。兄さんが男の人と付き合ってるって噂を聞いてさ、心配だから朝からずっとつけてきたんだよ。まさか、まさか先輩が女装趣味のある変態さんだったなんて。は？せっかくイケメンが揃ってるんだからってことだね。イエス。ん？やはりここは基本に立ち返って。ええ、本心を意識していない親友。オッケー、五十嵐君と七島君。何を相談してたお前ら。いいですね、そのまま顔近づけて少し傾ける。篠宮君家の柔軟剤、うちと同じだ。いい匂いだよねこれ。やめろ。より早くこの暗号を解いてあっと言わせてやろうぜ。出雲、小鉄、お前らに頼みが。邪魔をしたな。